2021年12月に行われた最終予選会に出場し今季米女子ツアーの出場権を獲得した渋野日向子いよいよ戦いの舞台をクワッド世界クワッドに移す渋野日向子の可能性について村口文子プロに話を聞いた2021年の4月渋野日向子選手は米女子ツアー2022年シーズンの出場権を かけた最終予選会、9シリーズに参戦。見事にツアーカードを手にして、今季はアメリカを主戦場として戦うことになりました。計8日間144ホールにわたる超長馬の最終予選会では、1周目の第1ラウンドで2オーバー、81位タイとで遅れ、2周目の第3ラウンドでは、 その日だけで7オーバーの大叩きファンの方々は気が気でなかったのではないでしょうかそれでも最終ラウンドで復調し最終的に20位という結果を残して予選会を突破よく耐えたなというのが率直な感想です最終日の彼女のプレーからは何が何でも米ツアーの出場権を手にするんだ という強い気持ちが伝わってきました。心が折れそうになっても、その気持ちだけは失うことなく、目の前の一打に集中していたと思います。こうして、渋野日向子選手が最後にアンドクワットらしさアンドクワットを貫くことができたのは、一昨年から取り組んできたスイング改造が今、 ようやくアンドクワッド馴染んできたアンドクワッドからではないでしょうかよく触れていますし自分の武器になりつつありますからね実際日本ツアーでは2年ぶりの優勝を果たしましたただ振り返ってみれば2021年も渋野日向子選手にとっては試行錯誤の1年だったように思いますドライバーをはじめとするショットに関しては 飛距離よりも正確性を重視したスイングへの改造に取り組み、ショートゲームに関してもアプローチのバリエーションを増やす努力をしていましたが、シーズン当初はなかなか欠陥が出ませんでしたからね。とりわけアプローチに関しては、高さを出す打ち方にもチャレンジ、そうした技術が求められていない状況でも、あえてその打ち方を試して、 失敗するようなシーンが何度か見られました。また、パッティングに関しても、自信を失っている時期があったように思います。渋野日向子選手らしい思い切りの良さが見られず、それがそのまま結果に繋がっている試合もありました。とはいえ、それもワンライクアップするための過程の一つだったと言えます。プロゴルファーというのは誰もが、 常に上を目指して、新たなことにチャレンジしていきます。そうすると、一つの課題をクリアすると、また次の課題が生まれる。それで、うまくいかなくて、自分のゴルフが崩れてしまうこともあります。でも、そういうことを繰り返しながら、少しずつ、一歩ずつ、 上達していきます。そこでは、自分がどこを目指しているのか、しっかり把握しておくことが大事ですが、渋野日向子選手は、それができる選手。今回のスイング改造においても強い意志を持っていて、自分が定めた目標に向かって突き進めるタイプ。そしてその成果の一端が、日本ツアーの終盤戦。 今回の最終予選の結果に現れたと言えるのではないでしょうか。さきにも触れたように、スイング改造が順調に進んでいる中、10月にはスタンレーレディス、樋口久子三菱電気レディスと2勝、いずれもプレーオフの末の勝利で、凡人とは異なる勝ち方でした。それには、いやはや、やっぱり安ワはと思っている。 アンドクワット選手だなぁという感想しか抱けませんでした特に三菱電機レディスでは2打差で迎えた最終ホールで奇跡的に追いついてプレーオフ1ホール目のセカンドショットが圧巻でした 3W を振り抜いてピン 3m に寄せた1打は渋野日向子選手の魅力が存分に詰まっていました ジェルピーが2020から2021シーズンのメディア賞ベストショット部門に輝いた一打でしたがどうしてあの位置にボールが止まったのかなぜアンドクワットここしかないアンドクワットというまっすぐなラインにつけられたのかプロが見ても不思議に思うショットでしたアンドクワットここぞアンドクワットという場面で意を決したら躊躇せずに打つ その一打にかける集中力がとにかくすごい、勝負感がさえ、決して逃げない、そういう姿勢が、渋野日向子選手の最大の武器、新たなスイングがフィットしだして、その武器も再び輝き出したように思います。2019年、日本人選手として樋口久子さん以来となる。 海外メジャータイトルの全英女子オープンを優勝。その時は、渋野日な子選手は、米ツアーで戦う権利を得ながら、それを放棄しました。しかしその後、米ツアーでもスポット参戦する中で、自分よりも上手い選手、世界中の素晴らしい選手たちを目の当たりにし、アメリカに行きたいと思うようになった。 彼女の向上心、上昇志向が、こうした決断を促したのだと思います。そして、いよいよ今季はアメリカが主戦場となります。鍵を握るのは、やはりアプローチでしょう。昨年は4月から6月にかけて、長期の海外遠征を観光しましたが、そこで苦しんでいたのも、アプローチでしたから。 ベツアーを経験している上田桃子選手やサルジエ選手、テレサル選手などは皆、ロブショットがうまいですよね。つまり、高く、ふわりと上げるアプローチが、ベツアーで戦う上では求められるわけです。故に、彼女たちは手首や肘を柔らかく使えています。一方で、 渋野日向子選手はやや肘をロックした状態でアプローチを打ちます。個人的にはもう少し手首や肘を柔らかく使って打てるようになればさらに良くなるんじゃないかなと思っています。ともあれアメリカでは練習場でも芝の上から打てますし彼女の向上心があれば問題ないでしょう練習すればするほど。 上手くなるだろうし、アメリカで通用するアプローチも体得していけると信じています。また、舞台がアメリカとなれば、時差もあるし、西海岸と東海岸では芝の違いもあります。長時間の移動や食事、言葉の問題もあります。ただ、そういったことも、 彼女なら対応できると思っています。英語が話せなくても、あの笑顔できっと、どんな選手ともうまくコミュニケーションをとってしまうのではないでしょうか。ラウンド中、同組の選手たちに日本のお菓子を配ったりするシーンがすぐに見られたりして、そうして、海外の選手に日本語を覚えさせてしまうぐらい。 いつの間にか親しまれている存在になっているような気がします海外の選手たちはメジャー大会ともなれば重たい雰囲気を醸し出していてコース上でラウンドリポーターを務める私とすれ違ったりすると戦闘モード前回で近づけないオーラをバンバン出している選手もいたりします苦笑その点渋野日子選手はとても前向きに 楽しんでプレーしていて、その場にいて応援したくなる選手。だから、海外のゴルフファンからも愛されます。結果、多くのギャラリーが彼女に声援を送り、彼女もその応援が後押しとなって気分が乗って、いいプレーを見せます。そうやって、彼女らしいゴルフを続けていけば、 おのずと結果がついてくるのではないでしょうか。